例えば7時に起きたかったら1、2、3、4、5、6、7時。 Hey guys, I'm Arisa Nanase. Thank you for watching my videos. どうも Nanase Arisa です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は睡眠シリーズ最終回ということで、皆さん今まで見てくれましたかね、動画の方。今日はですね、実際に早く起きれる、もしくは目覚めよく起きれる方法、そしてちょっと昼寝のお話もしようと思います。ツボなんかもね、紹介しようと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。二度寝したことありますか？私二度寝すごく大好きで、もう三度寝、四度寝とかよくやっちゃうんですけど、実は二度寝ってなんか幸せな気分になれるじゃないですか。あれには理由があるんです。ちゃんとですね、二度寝をするときって人ってそういう幸せホルモンが出てるということで、なので二度寝をするときってすごく幸福な気分になるそうなんですね。なので二度寝は悪いことではないんですよ。だから二度寝はした方がいいと思うんですけど、ただこれにはルールがありまして、5分以内、二度寝するなら5分、そして1回だけにしてくださいっていうふうに言われております。5分以上寝てしまうと二度寝が深い眠りに入ってしまうんですよ。そうするとなかなか起きれなくなります。あとは二度寝して起きてもう一回また寝ちゃうと、もうそれ二度寝じゃなくて三度寝とか四度寝になっちゃいますよね。そうすると全く意味がないので、できれば二度寝するのがおすすめです。でなかなかそのまま寝ちゃうよっていう人はですね、ベッドの上じゃなくて起きますよね、起きたらベッドから出て別の場所で二度寝をするといいです。そうするといつもと違う場所なので、二度寝でその1回5分で終われる可能性が上がるかと思いますので、よかったら皆さんトライしてみてください。てかアイマスクでかいなこれね。続いて、朝なかなか目覚めが悪い時、もしくは二日酔いとかね、前日に夜飲んでちょっとだるいなっていう時におすすめな方法がシャワーを浴びることです。朝起きてすぐに熱めのシャワーを浴びる、まあ、40度から42度ぐらいの熱めのシャワーを浴びることで体から起こしていくという方法もあります。できれば関節、脇とか足の付け根とかそういったところにシャワーを当てることで、こういうマイナスイオンとかも出るっていう風に言われてますし、厚めのシャワーを浴びると確かにすごくスッキリするので、非常にこれおすすめな速効性がある方法です。やっぱりね、どうしてもね、こうね、仕事前に飲んじゃう、あ、違う、どうしてもね、やっぱり飲み会後に次の日仕事があったりとかって、そこを控えることができないのが今の世の中じゃないですか。だからもしそういう人がいたらですね、ぜひトライしてみてください。でプラスですね、朝風呂に入るのもリラックス効果もあるので、まあ、朝お風呂に入るのもいいかなと思います。私はですね、結構もう夜本当に遅くなっちゃった時とかは、まあ、顔とかは洗いますけど、もうどうしてもね、ちょっと早く寝たいなっていう時はですね、もう逆にそのまま布団で寝ます。そして次の日に朝シャン、そしてお風呂を入りますね。で一応朝のシャワーとか朝のお風呂は好きなので、夜お風呂ちゃんと入ってても朝もう一回入ったりとかもします。そうすることですごくこう一日をですね、考えて今日どういう一日にしようかなっていう風にね、ちゃんと素晴らしい一日のスタートを切ることができたりとかもしますので、非常にこの方法もおすすめです。ちなみに朝運動してから朝シャン、そして朝のお風呂がね、もっといいと思います。ちなみにですね、朝目覚ましについてお話をします。目覚ましの時計、皆さんどこに置いてますか？まあ、携帯で今の時代だと起きてる人も多いと思うんですけれども、実はこの目覚ましどこに置くかが非常にポイントになってきます。今ですね、自分の顔とかに一番興味がある生き物ということで、鏡の前に置いておく、鏡のそばに置いておくとですね、朝起きて目覚ましを止めに行く時に自然と鏡を見ちゃいますよね。あ、ちょっと顔むくんでるなとか、ちょっと不細工な顔してんなとかね、意識がですね、こう活性化されて起きやすくなるっていう風に言われております。さらに目覚ましの音、皆さんどんな音使ってますか？電話のコール音にすることで電話だと思ってこう起きれるっていうやり方を昔やってたんですけれども、ですね、自分の名前を入れとくと一緒です。アリーサアリーサーっていう風に入れとくとです、クテルパーティー効果って言われてるんですけれども、パーティーとかでもこうガヤガヤしてる状況の中でも自分の名前が出てる時っていうのをね、情報キャッチしやすいという風に言われてるんですよ。とキャッチして起きやすいという風に言われてます。でも実は、まあ、他の生き物を見てもらうと分かるんですけれども、音で起きる時って普通の動物だったら敵から襲われる時じゃないですか。だから実は目覚ましで起きるのって本当は良くないんですよね。どういう風に起きるのが一番理想的かというと、光です。
なので太陽の光とかカーテンがこう自動的に開く機械とかも今あるみたいなんですけど、あとまあ電球ですとかね、そういう光で目覚めるようにしておくとさらにいい目覚めになるんじゃないかなというふうに思います。次にどうしてもですね日中眠くなっちゃう人いると思います。そんな人必見、眠気が覚めるツボ、そしてお昼寝のお話をしようと思います。まずツボはですね、ここの手の真ん中、中指のここにあるところ、ここを人差し指と親指でこうやって押すとですね、ここ眠気に即効性があるツボになっております。中水というふうに言われております。有名なこちら親指と人差し指の付け根のところですね、ここは痛みとか何でも効くツボって言われてるんですけれども、合谷という万能のツボです。こちらも眠気覚ましに効果があるというふうに言われております。なのでもし皆さん会議中とかにちょっと眠くなっちゃったりとかしたら、ちょっとさりげなくこういうところねこう押してみると眠気も覚めるんじゃないかなと思います。次にですねお昼寝のお話をします。皆さんよくクフってなるときないですか。あれ実はですね脳がもう精一杯のですねもう限界に達している証拠なんですよ。なのでカクっていうのがもう2回も3回も1時間以内に出ちゃう人はですね要注意、ちゃんと寝てもらった方がいいと思います。実はですねあの3時以前の昼寝はすごくいいというふうに言われていて、昼寝をすることで夜の睡眠時間が多少短くても睡眠の質が上がるっていうふうに言われてるんですけど、なかなか昼寝がねできる場所とか時間がない人が多いと思うんですよ。そういう人におすすめなお昼寝の仕方がありまして、ナノナップって言われてるんですけど、一瞬から数秒寝るっていうやり方があります。やり方は簡単、軽くこう目を閉じるだけなんです。目を閉じるだけで脳は休まって頭が冴えるという結果が出てるんですよ。あとですねあのアメリカ大統領だったジョン・F・ケネディがやってたミニナップというやり方もありまして、ミニナップは10分睡眠法っていうふうに言われてるんですけど、眠気とか疲労感の回復だけじゃなくて論理的思考、つまり頭の中もですねちゃんとこう回復するというふうに言われてるんですよ。あのちょっとそういうお昼寝がねできる状態の人であればミニナップ非常におすすめです。私もですねちょっとお昼とかね眠くなりやすい時間があるので、そういう時はねもう無理せずちょっと仮眠をするようにしてます。でも仮眠する時に気をつけなきゃいけないのが、20分以上寝てしまうと、深い眠りに人間は入ってしまう可能性が高いので、20分以内に昼寝をするなら留めておいた方がいいです。で逆にですね休日とかに昼寝ができる時間があればですね、休日に昼寝をするのもおすすめしてまして、そういった時の昼寝は90分とかしてもいいんですよ。今ですね、あの寝だめっていうお話聞いたことあると思うんですけど、人ってあの寝だめができないんですね。けれども土日とかにこう休みの時にですねよく夜寝てしまう人っていうのはですね、あれは足りてない分を補っているだけなので、寝だめというよりかは足りてない分を補っている睡眠なんですね。で逆にそういうお休みの日とかは同じ時間帯に起きるようにします。で逆にその分お昼の時間帯に昼寝をちょっと長めにとって補給するというのが一番いいそうです。じゃあここまでですね皆さんにたくさんの睡眠の情報とか知識をシェアしてきたんですけれども、実際にじゃあ朝早く起きようってした時にどうすればいいかっていう方法を2つします。まずいきなりいつも7時起きの人が5時に起きたりとか、急に早い時間に起きるっていうのはなかなか難しいんです。それ習慣にならない可能性が高いので、もしやるとしたら10分ずつ早く起きるという方法をお勧めします。もう8時に起きてる人がいきなり5時に起きようとするとなかなか難しいと思うんですけど、7時50分に起きようとするのは意外とできますよね。そういった形でじゃあ次の日はもう10分早く、次の日ももう10分早くっていう風にしていくことで、まあ、自然と朝5時起きに起きれるようになるよっていう風に言われております。もう一つのポイントはですね、人間はですね実は目覚ましなしで起きれる動物っていう風に言われてまして、寝る前に強く意識することで朝起きれるっていう風に言われてるんですね。夜寝る前に明日何時に起きるっていうのをすごく強く願うといいそうです。プラス枕をですねその朝起きたい時間の分だけ叩くといいっていう風に言われてるので、例えば7時に起きたかったら 1,2,3,4,5,6,7 ですね、7回声に出して数字を言いながら叩くと起きれるっていう風に言われております。皆さんこれ実験してみてください。ただ目覚ましは一応かけといてくださいね。ということで、この睡眠についての参考文献は、朝5時起きが習慣になる5時間快眠法、こちらの一流の睡眠という本になります。よかったら皆さんもチェックしてみてください。では See you。 無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くので
ぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。